先月の収支です。そうな、もう鉄砲買うぐらいしかもうないからな。ありがとうございました。あ、あ、なんか来てるなんか来てる。もう何なんだよ。全くもうね、何のこっちゃいなんですよね。あの勢力の作り方が良くないんですよね。あの孤立してますから、あの攻められやすいんでしょうね。行きます。そうですね、一気に攻められたらちょっと勝てないですね待機せよ。誰も来ないな。ちょっと待って。一応こっち行こうじゃん。ねえ、別に敵と有利なところで戦う必要ないですよね。ああ、終盤になってこの合戦続きはちょっと意外だな。めんどくさい。サクッとね、旅行してか、終わろうと思ってたんですけどね。弱者にしよう。それが戦場よ。行くとしよう。そうね、少しぐらいは嫌がらせしましょうか。違うな。出陣する。報告いたします。先月の収支です。これより表情を行う。これにて表情を終えよう。何ヶ月かな。あと16ヶ月か。まあいいか。もうね、そのあたりにクリアですね。はっ。さあ、いいでしょうね、この辺ね。孫さんめんどくさいからこうはしたいな。よーし、やりましょう。なんか結構減ってんな。忍びの里ですかね。忍びの里な、大旅行に向かないですよね。ああ、キツキで、まあキツキでいいんじゃないかな。まあ適当に言っても勝てるでしょう。皆の者、わしに続け。
乱世の終わり、この目で見たいのだ。あ、これ出撃してくるパターンですね。まあしょうがないけどいいでしょう。しょうがないけどいいでしょうって何だろうな。しょうがないですね。ははまあいい勝負じゃないかな。さあやりましょうか。この戦お任せを。そうね、これちょっと真面目にやらないとダメですね。ここはお任せくだされ。そうだな、ここはお任せくだされ。そうね、行こうかな。ははは、神出鬼没ですね。一応あの者、恐れるでないぞ。さあ、行こうぜ。ご命令。命を。始めよう。さあ、行こうぜ。ご命令を。我に続け。まあ、言えないか。覚悟せよ。始めるぞ。我が命に従え。命令してくれ。ご命令。覚悟せよ。一応。皆の者、恐れるでないぞ。敵の居所、知れましたな。すげえな、谷に部隊がいるぞ。やりたい。こんな危ない婦人は見たことがないな。ご命令を。ご命令。ここに来て連戦になってしまいましたね。それが乱世の制度よ。慣れすぎちゃってよっぽどじゃないともう負けないですよね。さあこっか。なんか来るな。誰だ？土井さんか。早いね。そうね、ここで一旦中断しようかな。次回はもう最終回までって決めてるので、続きやっていくのもクリアでしょうね。そうね、従属してますからね。まあ、この調子でいいでしょうね。はい、次のプレイでさすがにクリアだと思うんで、そこまで一気に駆け抜けようと思います。それではまたお会いしましょう。さあラストまで突っ走っていきましょうね。行きましょう。あ、さあ、
かかってこい。軍略の真髄、未だ見えずか。今回は、武将の数も兵の数も、余裕がありますからね、まあ、そう簡単には負けないですよね。ははなんだとオールエング部隊が負けてしまいましたね。まあしょうがない。容赦はできぬでな。うん、これカットしましょうね。これが積み重ねた年の功よ。かたじけない。動きを封じよ。里見さん大丈夫かな。この城いただくとしよう。いいね。行くとしましょう。はは。ではちょっと遊んでましょうか。ああ、砦があるのか。まあでも砦くらい移動ってことないですね。行きましょう。もう一戦。いいよ。騙し抜き、勝ち抜く。それが乱世の精度よ。いい勝ち方でしたね。あ、大内さんも来るか。まあカモンですな。うん、まあいいでしょう。めんどくさいからね。3万、まあ、うん。これもカットしましょうね。うん、里見さん強いですね。いいですよ。いい感じですね。いいぞ。さあ行きましょう。またか。ちょっとめんどくさくなってきたな。見えていたことよ。全てな。相当うまくいきますね。まあ森で山ですからね。あの迎え撃つ側としてはまあ楽勝ですね。行きましょう。さあ委任してますからすぐ行きましょうね。はい、伊達さんはいつ来ても大丈夫ですね。助けに来ないんですね。あ、大内さん来る。あ、いいでしょうね。川下り戦法がある。あー、ちょっとね、これね、多分こっちに行くと思うんですね。ビューンってね、意味ないんですよね。難しいんですよ。一番難しいんじゃないかな。この力見せてやるぜ。まあたまには五色でいきましょうかね。さあいいでしょう。このまま前進でいいでしょうね。始めよ。さあこっち行きましょうか。
始めるぞ。ご命令を。下地を下がりましょうかね。始めよ。別に馬鹿正直に戦う必要はないですからね。川で皆の者、わしに続け。始めるぞ。ご命令を。ちょっと膨らみましょうか。始めるぞ。下地を。さあ行こうぜ。ねえ、いいですよね、こういう感じね。ねえ、読み切った感じですよ。まあ慣れちゃうとね、あの合戦もすごく楽になってしまうんで、つまらないって思う人もいるかもしれないですけどね、こう思い通りに動かせるっていうのもそれはそれで楽しいものですよね。 あえて引いて、引き込むような形ですね。その間に陣は取っておきましょう。ね、こうやって相手を引く誘う感じはいいですよね。策のあるものがおるよ。行ってみるか。覚悟しろ。引っかからないかもしれないですけどね。出し抜いてくれよ。策がございます、策がございます。引きましょうか。覚悟は良いか。単純な押し合いであれば、勝てないわけないですからね。よし、これでいいでしょう。何しに来たんですかね、この人は。さすがにちょっと兵が少なすぎます。攻め込め。策のあるものがおる。見つかってますね。覚悟しろ。ゲッチ、始めるぞ。これぞ我が軍略。前に出ましょうか。前に出ましょうね。ご命令を。押しつぶせ。敵の居所つかみましたぞ。ゲチを始めるぞ。どんどん前に出ましょうね。始めよ。あ、待てよ。ご命令を。我が命に従え。策がございます。すごいですね。まあ策士とかいろいろかけて、もう一十一ですよ。もう階層状態って変わらないっていうね、恐ろしいですね。ご命令くだされ。ご命令を。この辺ね、最初あんまり気にしてなかったんですけど、極めるとだいぶやばいですよね。どれ、もう一回行ってみましょうか。我が策にございます。あ、もうできないな。我が軍略、この策で出し抜いてくれよ。まあできないならしょうがないね。ご命令、これぞ我が軍略、この策で勝てるはずだぜ。敵の居所掴みましたぞ。これほどと。強いな。でもちょっと兵がやっぱり減ってきましたね。これが積み重ねた年の功よ。いいぞ。片付けない。この城、いいぞ。いただくとすげえ変な取り方してるぞ。どうしよっか。さすがにここ繋がってないと危ないんでね、行こっか。出陣する。何がしたいんですかね。行こうか。あ、攻めてくるかな。あ、攻めてくるかな。どっちかな。この程度と未熟なり。参るぞ。ちょっと取っておこうかな。進め。あー、やっぱ来るんだ。来るなよ。
覚悟なき者に負けはせぬ。たくさんほっといてほしいんですよね、こっちは。な、もう来るんじゃねえ。来るんじゃないですよ。あ、来るな。来ないでほしいな。使いの者が来たようです。はい、ああ、こうはか。ダメ。ここちょっと危ないんでね。報告いたします。まあもう少しですから、さっさと行きましょうね。うん。クソ、こっちに来るか。めんどくせえな。どうした？やけクソか。我が領内に敵が迫っております。まあ単純にあの兵が少ないからでしょうね。はあ、結構来るね。しょうがないな、滅んでもらいますか。しょうがないよね。まあまあなんとかなるだろう。出陣する。まあ適当ですけどいいでしょ、行きましょうな。うん、騙し抜き勝ち抜く、それが乱世の制度よ。あ、今川さんも来てるんだっけ。もうめんどくさいですよね。また来んの。もういいよ。むしろいただくとしよう。行くとしましょう。ああ、出陣してくるかな。ここもら、ああ、待てよ。そうだな、ここもらったら終わりにしましょうか。お、どうしたどうした。なんだよ。めんどくせえな。我が領内に敵が迫っております。統一してない私が悪いんですけれども、まあやりましょうか。出陣だ。まあ任しときましょうな。さあ行こう。もうゲームクリアはマジかなと思うんですけどね。そう、めんどくせえな。異様に際立ってますね。あさとみさん、積年の恨みを晴らす感じですが、いいですよ。全てな。片付けない。まあ、なんとかしないとゲームクリアされてしまいますからね。聞きたいのはわかるんですけど、めんどくさいな、もう。取り囲む。あら、果たせぬか。報告いたします。ところがいつまでも元気なじいさんであるとな。承知いたしました。そういえばね、この辺の兵いじってませんでしたね。承知いたしました。どうなるかな、これ。もう合戦するのめんどくさいな、もう。やだな。容赦はできない。あ、はいはい。
まあ、やりましょう。あの、じいさんの部隊は、はるばる来てますからね。兵を減らすわけにはいかないんですよ。我が地。ここに出るのか。キツツキでもなんでもね。まあいいか。これが積み重ねた年の功よ。いいぞ。さあどんどん行きましょうな。この城、ああいいね。いただくとしよう。じゃあ帰ろっか。里見さん大活躍でしたね。戻るぞ。こっちめんどくさいな、もう待機せよ。やだな。仕方ねえ、待つか。草を知らぬ者、去るなよ。あ、では、大内さんとはこうしましょうか。ねえ、行くとしましょうか。あ？あ？あ？そうね、島津さんとやりましょうか。進め。あー、まあやるしかねえな、ちくしょう。誰にも止められねえ。かたじけない。進め。お、いいぞいいぞいいぞ。え、あ、そうそう、大友さんの味方でいいぞ。あー、指揮取らなきゃいけないか。まあやりましょうね。見えていたことよ、すべてな。片付けない。じゃあ吉田城行きましょうか。まあしょうがないですよね。やりましょうか。使いの者が来たようです。あれ？先を読まれましたね、有馬さんにね。取り囲め。ということは、どういうことだ。あ、そう、承知いたしました。島津さんはやっぱしないですよね。まあいいでしょう。取り囲め。志果たせぬか。報告いたします。そうね、こうはしたいんですよ、私も。さあ行こうか。取り囲め。我らとて負けられぬのでな。参る。我に続け。まあそんな感じだ。使いの者が来たようです。何言っとんじゃ。マンゴさんの味方してあげましょうか。ありえないですけどね。あ、佐竹さんも生き残ってますね。使いの者が来たようです。あ、ダメ。
ねえ、あともうクリアするだけですからね。報告いたします。これより表情を行う。あ、皆考えを述べよ。これにて表情を終えよう。ははーん、ははーん。かたじけなし。取引を行いましょう。かしこまりました。かしこまりました。あ、揺るがない。ならやりませんね。腹の底から勝ちどきを上げろ。行くぜ。あー、攻めてくるか。あ、じゃあこう終わしよっか。あの、めんどくさいですからね。集中したいんで。戻るぞ。この城ね、今川さんは滅んでもらいましょうね。申し訳ないんですけどね。どうやら口ほどにもないようですね。行きます。続きなさい。ははん、勝てるやつと戦うってか。勝てないと思うけどね。取り囲め。あ、はいはいはい、はい、なかなか勝てないですね、吉本さんは。皆の者、大義であった。かたじけなし。我が部の前に敵はおらぬ。手を打ちます。あ、いいですね。はい。出陣する。包囲します。あ、ちょっと待って待って。じゃ行きましょうか。それでは始めるとしよう。行くとしましょう。そうね、種子島行きたいんですよね。行かせてくれ。我に続け。やっぱ防いでは来るか。あ、たまたま。援軍来ないか。ちょっと行くだけ行ってみようかね。進め。どうなるかな。さあ行こうか。はは、いいぞ。包囲するぞ。この城もらい受ける。さあ帰りましょうか。戻るぞ。まだ死にとうない。あ、いいね。あ、いいね。報告いたします。ちょっと待って。ゲームクリアなんじゃないか、これ。あ、もうゲームクリア近いですね。かたじけない。あ、まあ、これね、またね、塞ぐんですよね。え、揺るがないの？すげえな。でも一応やりましょうか。
世の終わり、この目で見たいのだ。かたじけない。さあ、行きましょうね。明かりごとなき者よ、滅びるがよ。戻るぞ。ゲームクリアじゃないかな。え？まあいいか。城取られたくせに金取る。我らの勝ちですね。かたじけない。帰ろ。もうクリアですね。あとは心中するの待てばいいだけですからね。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。帰ろ。戻るぞ。何してんのこの人。いや、まどかさん。クリアじゃないの、まだ。もうクリアな気がするんだけどな。しないのかな。かしこまりました。もしや。承知した。これでしないってなったらちょっとめんどくさいな。承知いたしました。承知。かしこまりました。いいでしょう。どうなるかなこれ。あ、来るんだ。来るんですね。やるのか。あ、そっちのルート来る。まあ、じいさんと当たっちゃうからね。はいはい。あ、めんどくさいな。もうカット多いな。最後はカット多いですね。奇襲も強いですね。奇襲は重なるともう手に負えないぐらい強いですね。それが戦場よ。片付けない。前はね、山とか森でやるの嫌だったんですけど、今となっては逆ですね。取り囲む。森山は格好の餌ですね。やりましょうか。うん、楽勝でしたね。乱世の終わり、この目で見たいのだ。片付けない。これ従属しないのかな。心中か。あ、しないんだね。あれ？あれ、この従属するの？よくわからんな。ん？なんか怒ってる？ああ、アナイさんね。ははは。は。心中しないんですね。意外だな。なんでだろう。なんでだろうな。待てよ、これ意外と終わらないのか。もしかしてバンバン心中しだしてすぐ終わるかと思ったんだけどな。明かりごとなき者よ、滅びるなよ。
なんかわけのわからんことしてるなぁ。手を打とう。え？どうしようかなぁ。待機しとくか。出陣する。待機せよ。念願の種子島を手に入れましたね。あのね、もう自己満足です、これはもうね。ピューンってすっ飛ばしてますからね。まあいいでしょう。であとはもうクリアするだけなんで、行くとしましょう。島津さんと遊びに行きましょうな。我に続け。使いの者が来たようです。講和か。もう講和したら遊ぶ人がいなくなっちまうな。ひでえな。あ、いいよ。あ、いいよ。いいよ。あ、これでクリアじゃない？報告いたします。え、クリアじゃないの？いや、もうクリアでしょ。クリアじゃない。クリアじゃないんですか。はは、はは。じゃあ仲良くしとこうか。あれもクリアしたような気がするんだけどな。島津さんやろうぜ。乱世の終わり、この目で見たいの。片付けない。多いせい。もしかして、あの、いや、そんなことないよな。積み重ねた年の功よ。侵入するのは会員が関係があるんですかね。ちょっと知らなかったな。すげえ、1問11人に増えてる。幼女ですね。64歳なんか余裕ですよね。100歳以上まで生きるんだからね。この程度とは未熟なり。進め。
あ、負けたのか。負けた。あ、ここで負けるとはな、まさか。お味方が捕らえられました。お味方が捕らえられました。そうですね。あ、そうですね。あ、死んじゃった。まさか負けるとはな。志果たせぬか。はい、はいはいはい、これ終わるんじゃないか。え、まだまだまだ、あ、まだなんだ。え、どうしよう、変なことしちゃったな。どうしようこれ、あー、どうしよう。このままにしておけないんでね。最後はね、ちゃんと終わらせたいんですよね。進め。ちょっと終わらせましょうな。あ、来ましたね。あ、来た来た来た。報告いたす。すまんな。ちょっと、間延びしちゃったかな。まあ、あの、まあ、多少、ねえ、風邪ひいたのがちょっとあれだったな。ね、言い訳してもしょうがないんでね、終わらせましょう。お疲れさん。ちょっと待って、セーブしていいかな。記念に。記念ですよ。まあ、よく来たもんですね。あんな適当な感じでいいのかな。今回はですね、ゲーム内容うんぬんよりは、途中ですごい体調崩してですね、もうほぼ1ヶ月ほどヘロヘロになってた自分に反省したいですね。やっぱり風邪ひいてですね、体調が悪くなるとゲームのペースも悪いですし、頭の回転も悪いですし、頭の回転もね、ゲームのペースも悪くなるとですね、編集のリズムも悪くなるんですよね。編集のリズムが悪くなると、毎回ですね、毎回ですよ、ちょっとした自分なりのこう工夫っていうのもですね、なかなかしづらくなっちゃってですね。まあ、パープキット出るまではしょうがないかなというところですね。信長の大使もね、はっきり言ってやりすぎて、うん、今んとこなんかこれ以上なんかめちゃくちゃすごい攻略法って、あとズルしたりとか、変に縛ったりとかしかなくて、縛りプレイは僕あんまり好きじゃないんでね。って言いながらね、やればやったでまた変な、すごい攻略法出るんだとは思うんですけれども、ちょっと違うゲームもやろうかな。なんだよ、湯浅はね、信長大坊やってるから見てるんだよっていう方も、まあ、それなりにいらっしゃっていただけるとは思うんですけれども、たまにはね、違うゲームもやってみたいなって思うんで、またね、信長の野望大使とか、本当はね、三国志もやりたいんですけれども、パソコン版のね、三国志も私持ってないんですよね。プレステ4になるんですけど、プレステ4はね、また編集がちょっとめんどくさいんで、だからってね、パソコンの三国志買うのもちょっとめんどくさいんで、さっきからめんどくさいばっかり言ってますけど、基本まためんどくさがり屋なんでね。あ、終わった。はい。では、
また信長の野望大使パープキット、いやまたは何か他のゲームでお会いしましょう。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。